龍尾田やか寺は埼玉県入間郡小瀬町にある総東州の寺院。三号は長政山。室町時代より総東州の総六氏として知られる。江戸時代初頭には徳川栄康より石造説に任命。3947時の寺院を統治し、総東州の宗政を司った。境内には大田道真、大田道館の墓所がある。 807年流穏やか寺の基礎となった寺院が混流される。当時の名称、規模は不明。打漢と称する旅の僧が混流したとの伝承があり、現在も門前に羅漢山という名称が残っている。現在地より数百メートル東南の銅卓に混流された。9世紀から15世紀近隣の霊場、黒山、三竹や秩父、三部山の影響もあり、 天台集計の修験道に属した。この頃の名称は、随運、山永正次1430年、室町幕府六大将軍、足利義則が回帰となり、上杉持友が再建立。海山には、無国へ通るが招かれ、総当州に改められた。1472年、大田道館、道真により、中興され、道具が建てられる。 1504年代五世住職、運行春徳が寺を現在地に移し、名称を長政山龍尾田屋が寺と改める。この出来事が竜神伝説の原型となったと思われる。1590年、豊臣秀吉より、事業百国の主院状を受ける。1612年、徳川栄康より、天下大総録に任命され、下野国、大中寺、下宇佐国。 壮寧寺と共に、石造説となる。これは、テラ数の多い総統州を、江戸幕府が統治するための役職で、上記三次が、全国約1万5千人2万人の僧侶を、分割統治した。また、石造説は、江戸幕府の本末制度政策の一環であり、従来の寺院制度との間に混乱が見られるようになる。1646年江戸幕府寺社奉行の、 死紋石に任命され、十万国の格式を与えられる。1660年第22世住職、鉄心王スが、総統州の大本山、永平寺の幹事となる。これ以降、永平寺の幹事は、江戸幕府が石造説の住職より選び、任命する制度が確立する。また、大本山と石造説の権威が並立し、安定するようになる。 1678年アザ本村長、500円に約600坪の宿寺を建て、住職は江戸に在住し職務を行うようになる。1752年火災により建造物を消失する。1841年建造物が再建される。7動画欄が建立され、学寮が発達した。多数の修行像が在住し、昭英平次と呼ばれるようになる。 1913年再度火災に遭い、学猟などを消失する。山門、経像、熊野神社などは火災を免れ、有形文化財として現在に残る。大木谷上杉家の所領と、竜穏やか寺の松路の概要図15世紀頃の、おこは、大木谷上杉家の所領の境界付近に位置し、合戦の最前線でもあった。そのため、 大木谷上杉家の火災であった大竹が中流し、大田道真は取を、出を、田尾岳寺の境内に築いていた。当時は、仏教と民衆が密接に関係し合っていたため、大竹は、総当衆を布教し、当治の助けにしたものと思われ、竜尾岳寺は布教の中心として機能していたと思われる。その傍傷として、竜尾岳寺の末路の多くは、 大木に植杉家の勢力範囲と重なる地域に、点在しており、その多くは15世紀中頃マイナス16世紀、初頭に解散されている。この時期は、大田や大木に植杉家が勢力を伸ばしていた時期と重なる。新編武蔵風土機構、埼玉県教育委員会などによれば、竜尾田や香寺の解散は1430年だが、実質的には1472年の大田道館。 大田道真の手によるものと推定される。道館、道真のおけしていた大層病安氏が実質的な解散住職であり、直系の死である、無国へ、通る、かつ、高正文の名を、それぞれ、第一世、第二世に据えたものとされる。道真は、おごせ町で死去し、その墓所は、竜穏やかで境内にある。また分骨された道間の墓所も同書にあり、 大竹との関係性が伺える。その後、大竹は御法城家に仕え、御法城家が滅びると、江戸に入った徳川家康に取り立てられる。大竹は関東で名の知れた名門であり、在来の武将を取り立てたのは、関東に基盤を持たない家康の統治政策の一端であった。また、江戸城を築城したのが大田道館であったことも、理由の一つであると考えられる。 やがて、大竹から和などが出て、とうとう海国浜松藩三万五千国まで上り詰める。子孫は、幕府の養殖を歴任し、老中も出し、明治維新後には、死者となった。この系統の血縁関係は、諸説あるが、いずれにせよ、死の通詞を使う大竹が、幕府の養殖についていたのは、間違いがなく、その巧妙な祖先、大田助長、 大田助清と縁の深い竜尾田やデ寺が石造説に推挙された縁印となっている。山口重信の墓江戸時代初期、大久保忠鹿の失脚事件に巻き込まれた山口重信の墓が境内にある。山口家は、和佐国、武蔵国、下野家国に1万5000国を持つ大名であったが、1613年。 山口重政の山口重信の婚姻が無許可であるとして幕府にとがめられた。この婚姻の相手が当時幕府で牽制を誇っていた大久保忠隆の幼女であり、この事件の裏には大久保忠隆の性敵であった本田正信がいるとも徳川家康がいるとされる。ただし、それを証明する明確な資料は存在しない。いずれにせよ、この事件をきっかけに、 大久保忠隆は失脚。山口茂政茂信親子は改役され、竜穏や家寺に披居する。茂政の山口家最高にかける執念は凄まじく、翌年に大阪の陣が始まると、徳川家康に対して、自らが豊臣氏に組みした後、豊臣秀頼を暗殺するのでその代償として、お家最高を許してほしいと進言している。しかし、 これは家康によって拒絶された。そこで、1614年、大阪冬の陣に伴い先行を立てようと、父子供に大阪に向かうが、箱根の関所で止められたため竜尾田やか寺に引き返す。竜尾田やか寺に戻った重政は、重信に、関所の通過が容易な商人の紛争をさせ、東山道経由で大阪に赴かせる。しかしこの時、すでに、 大阪の陣の和議が成立していたため、重信は再び龍王大赤寺へ引き返した。そして1615年、大阪夏の陣ではついに参戦を許され、井井直隆の軍に属して、和解の戦いへ赴く。山口親子は、お家最高のため奮戦し、重信は敵五器を打ち取る活躍を見せたが、木村重成に打ち取られ、弟、重勝も戦死した。 しかしこの戦いの先行もあり、重政は1628年、日立国こく藩一1万5千国の大名に返り咲き、さらに創社版に任じられた。以上の権威は、江戸時代にはすでに知られていたようで、1830年成立の新編武蔵風土記構にはと書かれている。この話の真偽は長らく不明であったが、1998年に、 なって、小瀬町教育委員会の発掘調査により、重信の墓が、境内の石垣の基礎石となった状態で発見された。この墓は、重信の三回忌の年に、父、重政が建てたことが判明し、自然石をそのまま利用した、質素な造りの墓となっている。これは、墓が作られた時点で、重政がまだ撤居中であったためと推測されている。竜穂田寺には、 以下のような伝承がある。このベースとなる伝承に付随して、大田道館が運行春徳を招いた龍太寺の後、運行春徳が住職となった龍は有馬山に逃れ、大池を作った龍は龍人となり、雨漕いをすると有馬山より飛来して雨を降らしたなどの逸話がある。また、この伝承は成立の都市が複数の資料に明記されている。ただし、 1439年だと、大田道館、7歳、運行俊徳、1歳となり、1504年だと、大田道館、死去、運行俊徳、すでにい寺の住職となり、いずれも成立しない。そこでこれら複数の資料を統合すると、ほぼ明確な史実としては、下記のものが挙げられる。このことから、竜尾田屋寺の改修、一区に際して、新興勢力であった、相当州が、 在来の伝承を取り込み、地域に溶け込んでいった過程で成立した伝承だと推測される。ありがとうございます。